ハワイ語訳聖書、カベイバラヘマレレイの表紙聖書、カベイバラヘマレレイの内表紙ハワイの諸言語訳聖書では、キリスト教聖書のハワイへ向けての翻訳を扱う。1820年、アメリカ海外伝道評議会からの宣教師がハワイへ派遣されて、ハワイのキリスト教家が始まった。うち、宣教師のエイサス・アーストンは、同年にハワイ島カイルアコノで、 ハワイで初めてのキリスト教会、モクアイカウア教会を設立し、ハイラム・ビンガムは1821年にオアフ島ホノルルでカワヤ・ハを教会を設立した。両教会はアメリカ合衆国建国の父が属した改修派教会で、これは合併を経てキリスト連合教会と呼ばれる。ビンガムは後に協力者たちとキリスト教聖書全書をハワイ語へ翻訳した。 四福音書が1828年に翻訳され、残りの新約聖書は1832年、旧約聖書は1839年に翻訳された。1868年には改定されている。最近の研究では、翻訳の原稿はサーストンが4分の1、ビンガムが2割、その後ホノルルへ宣教師としてきたアーテマス・ビショップが14%、残りは数人でいったと言われる。 ハワイ語の使用は、その後ハワイがアメリカ合衆国に並行されて、下火になったが、20世紀後半になってハワイ語復興運動が盛んになり、指定をイマージョンプログラムにより、ハワイ語で教育するカメハメハスクールへの入学も増えてきた。そして21世紀に入り、ハワイ文化推進基金指示のもとのハワイ語聖書プロジェクトで、上記のハワイ語聖書、 壁茨ヘマレレイを1832から1868年の翻訳は基本的にそのままで現代ハワイ語聖書法に再編集したものが2018年に書籍及び電子書籍版で出版されたハイクレウォール英語への新訳聖書翻訳はラジーザズブックという題名で2000年にウィクリフ聖書翻訳協会から出版された日本語では ありがとうございます。